千プロも37名っていうのがやらしい。前70名じゃなかったっけ。しかも4000やったし、シーズン最優秀 100% のやめとけやめとけ。アリソン配信ちゃうね。もうアリソン5回見たわ職人さんだけハーラーありがとうプラスが 59%。 はい、隠します、隠させていただきます。まあ、あの一応最後まで流すわ。あの画面保存プレステの方でできるからさ。そう、5000よ。まあトーナメントでだいぶ前に稼いでたやつだから、まあいいです。はい、来年来作用に置いとったやつだけど。エンクングリアルだな。エンクング出ても嬉しいですよ普通に。2つ引けるんですね。2つ引かそうとせんといてよ。よし、行くか。行ったよ。あ、飛ばしたらあかんや。ミスった。これ再生できんや、クリーンのやつとか。ちょ、待って、ごめん、見えた見えたんやけどさ、見えてもうたんやけど、なかなかやばい引きしてるわこれ。最悪な引きしてるわこれ、ほんまさ最悪な引きねあの、なんで見えたかっていうと、あの内容を見ずに、まあ、色やか分かるやん、青色、左端が青とかでさ分かるやん。これ何言ってるかって多分分かると思うんですけど、ね、こういうことなってるよね。もう初っ端金の時点でさ裏回らんからかぶってるんよもう。ってことは、はい、こういうことですはい、こういうことです。はあ、まあ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 、こんなもんよね。アリソンはちなみに6回目いましたです。まあ2回引けるし、もう引く前提になっとるから。はあ、ちょっと待って、1枚ぐらい新規いてほしかったんやけど。地獄だなこれ。まあまあ一旦腕子は作れるからね。今回隠さないでいくわ。もういくよ、もう隠さない。やかん、アリソンだ、アリソンが来た。手に出しちゃ勝った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 。しかもまだ裏あるわ9496やからまだある。いや昨日なんかでも、あれ表アリソンでなんか裏から88出てる動画見たから期待せんかったんやけど、
勝ちです。よし勝ったしかもアリス、ロドリは普通に嬉しい。勝ちなんかどうか分からんけど まあ勝ちやねありがたい。アリソン配信からの卒業ではないけどね。アリソンの配信、アリソン来てるからね。今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあこのどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあリンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのをあげてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ、自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいっていう方はこっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのもやってますので、まあ転売以外のところもまあ質問できる環境にはしてます。まあ初心者の方とかも含めてですね、まあちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ僕以外の方もお答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。